皆さんこんにちは、犬ぷんチャンネル犬ぷんです。はい、チャンネル登録、そして Twitter、TikTok のフォロー、いいねよろしくお願いいたします。はい、本日は一番くじリコリスリコイルの、こちらがチャレンジ動画となります。でね、大人気のアニメリコリスリコイル、通称リコリコなんですけども、これがね初のね一番くじとして登場するということで、結構ね湧いてる感じかなというふうに個人的には思ってます。では早速ね、商品概要とラインナップの方をね紹介していきたいなと思います。一番くじリコリスリコイル、発売日が2023年6月3日、価格が1回700円で、取扱店舗がローソン、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、一番くじ公式ショップ、一番くじオンラインなどという形になってまして、取扱店舗結構幅広いなっていう印象かと思うんですけども、まあ、以前の私の動画でね、まあ、実際もう取扱店舗一部に限られるんじゃないかなっていう予想もねちょっとお話はしてると思うんですよ。まさにねそれが的中しちゃいまして、ローソンのね多くの店舗かなと思いきや本当に限られた店舗ですね。首都圏でもね結構少ないかなっていう印象があります。で、他ね書店ホビーショップどうなのってところなんですけども、それもねあんまりない感じなので、これはね結構争奪戦なんじゃないかなと思ってます。はい、ではね早速ラインナップの方なんですけども、今回ねフィギュアとかねないので、これはもう事前に紹介している通りです。はい、まず A 賞、掛け式アートポスター錦市里、こちらがアソートが2になります。で、 B 賞、掛け式アートポスター井上滝奈、こちらもアソートが2になります。で、 C 賞、イラストボード、こちらが全3種でアソートが4という形になってますね。ここまでが多分上位賞みたいな形になるんじゃないかなと思いますね。はい、で、 D 賞がアクリルスタンド、全4種でアソートが16、E 賞ミニ色紙で全11種でアソートが22、F 賞アクリルチャーム全12種でアソートが24ということで、解賞はねおそらく割り切れる数字になってるんで、それぞれ2個ずつとかって形になるかなと思います。はい、でラスト1賞がイラストボード千里と滝菜ということで、これが、A 賞と B 賞のイラストですね。これをまあ2人くっつけたような形のイラストになってますね。で、ダブルチャンスキャンペーンもラスト1賞とね同じものになっております。はい、以上ね、ワンロット、これは70本ですね、のラインナップとなっております。はい、ということで、ね、早速ね、くじの方を引いてまいりましたので、そちらの様子をご覧ください。何が出た？じゃあ10回で、はい。はい、
はい、では戻ってまいりましたのでね、早速ゲットしてきた商品をね、ご紹介していきたいなと思うんですが、まず先にね、ちょっとお話をさせていただきたいなと思います。というかちょっとね、苦言っぽくなっちゃって、気分を返したら申し訳ないんですけども、ちょっと聞いていただきたいなっていう感じですね。まあ、店舗の方が、まあ、7時開催っていうところだったんで、私結構早めにね、着いて、外で待たせてくださいということで、了解いただいて待ってたんですけども、まあ、大体ですね、10分前ぐらいかな、他のね、お客さんとか来ていて、まあ、この9時目当てじゃないとは思ってたんですけども、結構お客さん来たから、まあ、お客さんはけたタイミングで引こうかなと思って、大体まあ、5分前ぐらいですからね、お店に入って、9時の札を、持って、で、並ぼうとしたら、もうね、まだその時点では7時前だったんですけども、もうなんか引いてるんですよ。と思って、店員さんも私引くの知ってたんで、なんか申し訳なさそうな顔で見てたんですけども、なんかね、先に引いててね。で、まあ、2人引いてたのかな。で、1人は、もうガチガチのね、リコリコファンっぽい方だったんですよね。なんかそういうアイテム持って。で、1人はね、ちょっとやんちゃっぽい感じの、男性だった。たんですよ。まあその方もね、なんか追加で引こうとしてたらしくて、でまあ後ろに、ね、私も含めて他のお客さんがめっちゃ並んでて、一回並び直してほしいからって、他に聞きたいお客さんいるからっていうところで、そこはね、店員さんナイス神対応だったんですよね。それで良かったんですけども、まあ先に引いてたね、二人がね、まあ私の推しのね、タキナのねポスターね、打ち抜いてまして、もう私が引く段階でもなくなってた。でとまあ苦言というかあれなんですけど、ちょっと嫌な予感はしたんですよ。でやんちゃな人がね、ちょっと私が止めてた車の隣にね、止めてたって形で、で、私が引き終わって戻った後に、リコリコのね、このくじで獲得した商品を、まあ写真撮って、まあ見えちゃったんですよ。私の車よりちょっと低めの車だったんで、たまたま何してんのかなと思って見たら、メルカリの画面めっちゃ開いてて、めっちゃこう操作してて、もうめっちゃ転売屋やんと思って、もうわかりやすくて、もう悔しくて、そういうのに。取られるのが、まあ皆さんそういうのあると思うんですよ。で、まあファンの方とかね、取ってもらうのは本当に非常に嬉しいなと、喜んでもらうの嬉しいなと思うんですけど、本当にね、やっぱこういう今回ね、開催店舗も少ないし、初めてのね、リコリコの一番くじってとこもあって、そりゃ人気出るでしょうと想定はしたんですけども、やっぱ出てきたなっていう感じ。前日ぐらいからもね、結構フライングでね、やっぱりフリマサイトとか出品とか出てたんで、まあそれも踏まえてね、ちょっと嫌な予感は朝からはしてたんですけども、やっぱ出没してたなーっていう感じはしました。すいません、なんかこういう話ばっかりしてね、申し訳ないんですけども。ではね、商品の方ね、ご紹介していきたいなと思います。はい、まず F 賞ですね、アクリルチャーム、こちらがですね、4つゲットしまして、はい、こんな感じで水木とくるみと、あとリコリコ系のこのね、ロゴのチャームになりました。でタキナとチサトがなかったんです。もうその前の二人で全部かさらわれてて、もう、あとこれの他には、まあ、マジマとか、ニカとか、そういうのばっかり、あとこのロゴとかね、こればっかり残ってて、まあ、かろうじてね、推しのくるみちゃん残ってたんで、くるみちゃんに急いで回収して、もう、探ったんですけども、やっぱりチサトとタキナ全部なくなってたんですよね。もうめちゃめちゃ悔しいなと思って、解消は絶対それは回収したいなと思ったんで、どっかで安く出るでしょう。それを、まあ、後で回収します。はい。で、あとはね、ミニ色紙ですね。これはね、少なくてよかったんですけど、はい。まず、タキナですね。推しのタキナ。これはね、回収してきました。残っててよかったです。あとはね、クルミですね。もう一つね、タキナどうしようか迷ったんですけども、まあ、クルミ、一種類ぐらいしかなかったんで、まあ、これで、取って、全部で3つ、ゲットしてきました。はい。定番の、うんこタキナです。はい。で、続いてがね、D 賞。アクスタですね。はい。これは今回の書き下ろしのやつをゲットしてきました。これがね、残ってて非常に良かったなって感じです。まあ本当にね、もう一個ね、アクスタ欲しかったです。もう一種類のね、絵柄のやつがあるんで、それが欲しかったんですけども、ちょっと出なかったんで、とりあえずこれだけ回収してきました。ありがとうございます。はい、続いてがね、こちら C 賞のイラストボードですね。はい、これが一個ゲットできました。タキナ、当然、もらってきました。ありがとうございます。はい、で、最後ですね。こちら、何気にね、ぶち抜いてました。A 賞の、千里のポスターですね。前のお二人が、10回ずつ引いて20回。で、残り残50の段階で、千里のポスターが2個残ってる状態だったんで、上位賞を引けただけ嬉しいなっていう感じですね。よくまあ、確率が低い中引けたなっていう感じです。
はい。で、材質はですね、こちらですね。やっぱり紙っぽいやつですね。で、紐ナイロン、パイプ ABS なんで、まあ、やっぱり、タペストリーっぽい感じの素材ではないって感じですね。ちょっと紙なんで、ちょっと切れちゃったら怖いなっていう材質のやつですね。ちょっとなんかコスト削減なんですかね。まあ、でも、書き下ろしなんでね、非常にいいなっていう感じです。はい。で、本来であれば、これね、中身開けて、こう、お見せしたいなっていうところではあるんですけども、まあ、推しのね、やっぱりタキナどうしても欲しいんですよ。欲しいんで、これは、ごめんなさい。交換に出します。今回のくじはね、やっぱり非常に人気が出ると思いますので、まあ、メーカーさんにはね、ちょっと再販お願いしたいなっていうところだと思います。で、この後ね、オンライン販売もやっぱり控えてるので、まあそこで引くっていうところもあると思うんですけども、まあどれだけの数出てくるか正直読めないんで、ちょっと少ない可能性も結構あるなと私は思ってます。まあそうなった時にね、ちょっと再販の方をね、していただきたいなっていうふうに、切に願います。はい。ということでね、本日の動画は、一番くじリコリスリコイル。こちらのね、チャレンジ動画となりました。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録が済みでない方は、ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、そして Twitter、TikTok のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。